いよいよ始まります。ホストタウン特集。新潟県柏崎市編。本編、第1話。水球の街として栄える柏崎は、2020年東京五輪で、水球セルビア代表のホストタウンになります。柏崎の魅力とホストタウンの盛り上がりをセルビア人のブランカが体験しながらご紹介します。まずは、先に日本に到着したカメラマンの大塚と合流するため、埼玉県の大宮駅から新潟空港に向かいます。それでは本編スタートです。お楽しみください。お客様にお願いいたします。新幹線、福岡、71号、長野県の金沢行きは11番線から17時13分。それ取れない。取らない。本日も上越新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく長岡です。お疲れ様です。どうもお待たせしました。やべえ。シネリックだしかも。軽い。ありがとうございます。セルビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。こんにちは、ブランカです。やっと来ました、新潟県柏崎市。そうですね、私は4年ぶりに柏崎に来てます。今、僕らは柏崎の駅前に来てます。で、すぐ駅前にブルボンの本社があるんですけど、それ、これ、有名な味好み。で、これは、そこの後ろの駅前で売ってる越後の水です。で、今回は、柏崎をいろいろ回って、僕も昔柏崎に住んでたんでお見せしたいところがいっぱいあるんで、皆さんに柏崎の良さと、あとそこにも見えるんですけど、水球の街として、来年に向けていろいろ動いてるんですけど、その様子もぜひお届けしたいと思います。で、この祇園柏崎祭りも僕ら参加するんで、その様子もお届けしたいと思います。じゃあブランカ行くよ。いいかなので、すごいね、マンホールがこっちの15分のそうですね、どっちもあり越後の水ありがゆるキャラ越後の柏崎市の水これがあれで、あれね、防災用の水いいね。越後グッズも駅前にたっぷり売ってます。ポチ。はい。いいじゃんブランカ。黄色と黄色似てるね。靴下。靴下もあります。それいいね。それ？チャリンチャリン音鳴るやつ。さすがに厳しいな。でも靴下も買えば面白い靴下を集めてる友達に。ちょっと靴下見せて。これです。かわいいね。越後靴下。過去情報も聞けます。ファスナーケース。ファスナーケース。いっぱいある。なんか越後に似てるよ。やっぱり。黄色。それ何？絵はがき。綺麗。はがき？うん。セルビア。セルビアだな。本当？はい。マンホール。マンホールにした。ゲット。本物は。駅ですごい、ここにも越後はい、じゃあ外行こう。そういいね。もう波の音がきれいに聞こえる。すぐそこだ。おお。乗りましょうか。乗っちゃダメだから。乗っちゃダメだよ。長岡行きワンボンカーです。ドア開かないです。前の車両のボタンを押すんですね。もうそこ海だ。越後に似てるなと思って。さっき買った越後にはこれ。はい、かわいい。それを駅員に見せて、じゃああなたはいくらだって言って、それで払う。大自然だね。いいね。すごく綺麗。なんか海へ。階段気をつけて。全部埋まっちゃった。どかないじゃん。インスタグラム撮ってた。死んでいる。あ、これアユや。アユ。僕らこれが最初のアユ。アユそれ。アユ。アユ取りました。